緊急にお集まりいただきましてありがとうございました。先ほど、対策本部を開きまして、そこで決定された事項を中心に、県民の皆様に改めてお願いを申し上げたいと思っております。先週末、県民の皆様には外出の自粛についてお願いをしたわけでございますが、ご理解ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。これまで私どもは県民の皆様の生命と命と健康を守る、これを最優先といたしまして感染とその拡大の防止に取り組んでまいりました。昨日北九州市の10名をはじめといたしまして、県全体で1日あたりの最高の数字となります17名の方が陽性が確認をされまして、これまでの累計は46名となっております。このうち今現在で、確認をいたしましたところ4名の方が退院をされております。46名、陽性確認されて今現在4名の方が退院をされております。また感染経路が不明な方が増えておりまして、昨日は17名のうち12名がこれまでの累計46名中29名とそれぞれなっているわけであります。先週後半以降感染が確認された人が数が増えておりまして、感染経路の不明な人が今申し上げましたように約6割を超えております。また県内の4地域すべての地域で発生をしているわけでございます。今後さらに増加することが考えられるわけであります。感染と感染の拡大を防ぐための非常に重要な時期に今当たっていると、岐路に差し掛かっているとこのように思っております。また専門家の方から、感染症の専門家の方から、感染及び感染の拡大を防ぐためには県民の皆様にできるだけ外出を控えていただく必要があると、そういうご意見をいただきました。両政令市とも協議をいたしまして、以下について県民の皆様に改めてお願いを申し上げます。その第一でございますが、手洗いの励行、それから咳エチケットに努めることであります。から2番目、新型コロナウイルスの感染症を疑った場合には保健所に設置をしております帰国者接触者相談センターに電話でご相談をいただきますこと。3番目、発熱や咳など風邪の症状があってかかりつけ医を受診をされる際には直接受診をされずに必ず電話で事前に相談をいただきたいこと。4番目、換気の悪い、密閉空間、多数が集まる密集の場所、それから間近で会話や発生をする密接場所、国が3つの密と言っておりますが、これら感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを会議をしていただくこと。その次に、高齢者施設や障害者施設、病院といった感染したら重症化するリスクの高い方が大勢いらっしゃるようなところを訪問することを当面控えていただきたいと思います。また普段から人混みを避け、今週から今月の19日までの週末、4日5日の週末、それから11、12の週末、18、19の週末、その週末には不要不急の外出を控えていただきたいこと。なおこの日常生活に必要な買い物、あるいは空間、公園等での空間における散歩やジョギング、そういったところまで自粛をお願いするものではないわけでありますが、これからの3つの週末については不要不急の外出を控えていただきたいということであります。また首都圏、関西など感染が拡大をしております地域への不要不急の往来は控えていただきたいということ。から最後に海外渡航でございますけれども、今外務省が73の国地域に対し、渡航中止勧告、すなわち渡航をやめてくださいと出しております。またその他のすべての国地域について不要不急の渡航はやめてくださいというふうに外務省は出しております。その外務省の、出している情報についてこれに従っていただきたいということで、海外渡航については外務省が出している情報に従っていただきたいということであります。今の私たちの一人一人の行動が1週間後の
また2週間後の私たち一人一人、またこの地域、そしてこの日本の国の状況を規定することになります。お一人お一人、慎重に対応していただくこと、自らを守ることだけではなくて周りの人を守ることにもなります。そういった意味でお一人お一人のこれからの慎重な行動というものをお願い申し上げる次第であります。引き続き県民の皆様のご理解ご協力をいただきながら、これまでの対策、これをしっかり実行していくとともに、日々状況が変化しております。それに合わせて、また先をしっかり見据えてですね、対応していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。